どうもボビー・アトレザーのボビーです。えー、今日流れていますよね。<laughs> どうも、えー。ボビー・アトレザーのアトリーからですね、えー、ライブでお届けしております。で感じでですね、えー、もう木曜日ですか。ね、早いですね。1 <laughs> 週間がもうあっという間です、いつも。それで,ですね、えー、今日は木曜日ということで、えー、作品の話。 なんですけどもねまあ、えー、もう195回やってますよあと5回で200回ですよねまあそのことはさておき、えー、なんかできたらなと思ってるんですけどね、えー、<laughs> まだあいろいろバタバタしてるやっておりますえっ、ー、とですね、えーまあ、今日はですねまあ作品の話もそうなんですけどもあ、えー、ご要望がね、えー、多い内容っていうか あーね、カスタムで、えー、ご相談っていうかねそういうご相談が比較的多い内容というのをですねが多かったなということをですね少しお話しさせていただこうかなと思いますね、えー、多いなと多いっていうかまあ比較的まあど,どちらにしてもモビアトレザーズというのはこうオーダーメイドがねメインなんで。 えー、こういうことができますかとかあこういうものって今あー手に入りますかとかあー今こういうふうな感じの材質に変えて、えー、制作してもらいたいんですけどということはね、えー、まあ頻繁に、えーまあね、年中ですけどね何 <laughs> て言うんですか あの細かいところにえかゆいところにえ手が届くというかあなるべくねそういうニッチなあどちらかというとニッチな部類に入るんでしょうねえあの本人意識してないんですけどまあオーダーメイドいったらねやっぱこう相談にねこうお問い合わせいただくだけでも ドキドキするもんなんで、ね、あのー、すごくね、えー、そういう何て言うんですか、えー、ご相談に乗るの相談しようかなっていうにはあーハードルをおねただでさえハードル高いんでね,、えー、ねなるべくこういう配信とかを通じてですね、えー、身近に感じていただければなという思いでですね、えー、あの大丈夫ですよっていう感じで <laughs> あの。 あのご相談ね全然気軽に、えーね、あのごあの連絡ねいただいて結構ですよということで、えー、まあ人柄っていうのかなあそういうふうなものをねお伝えできればなと思っておりますそんな中ですね、えー、まあご相談いただく内容でですね、えー、ここ去年ぐらいからなんか多いなってお寄せいただく機会が多いなというのがですね、えー、まあサイズ感の話なんですけどもね、あのー 例えば、えー、この帽子関係多いじゃないですか今日もキャスケットをね今日ちょっと久しぶりに <laughs> キャスケットにしてみましたけどね、えー、まあハットにしろ、えーこれね、ハットとかでもそうですけどもあのー、頭のサイズ感でね、えー、のご相談っていうかあいただく機会が多いんですね。えー、で ど,どういうふうに言いたいかな、えーとね、まあ基本的にあのホームページとかあのウェブショップの方ねウェブショップでももうほとんど予約ページですけどまあそんな中でですね、あのー、ひ表記している数字との間なんですけどとかあもっと大きいんですけどあの大きめのが欲しいんですけどとかいう機会が すごい多いんで,す、ね、でまあ今ちょうどブログを僕書いているところなんですけどもこの現在、えー、3月18日現在かなあのー、ブログを今ちょうど書いているところでその時もその作品もそうやったなと思って、あのー、ウェブショップの中には、えー、載ってないサイズなんですけどということでうん。でまあそういえば載せてないなっていうこともよくあったりもするんですよね、あのー。結構ね、あのー、サイズが 例えば S サイズと M サイズの間ぐらいの寸法ってできますかとかいうご相談とかね、えー、それとかで、えー、もうサイズまあまあそのおワイドサイズっていうかあのビッグサイズ、ね、あの6 0ンチって書いてますけど6 1センチでできますかとか6 2ンチのキャスケットって可能ですかとかいうご相談はしょっちゅう本当にね、えー、いただきます。 でまああのー、厳密にはですねあのー、僕もこうボビア・トレザーもですねハンドメイドで手作業なんでですほんまのあの,あの総手仕事 <laughs> ですんでねでまあ多少のこう誤差はどうしても出ますけども、うん、出ちゃいかんのやろうけどねほんまはねあのけども多少のねあの,あの緩みというかその辺はまあいつもご了承に願ってるんですけどね。あのー まあレザーなんである程度のまあブカブカやったらカッパ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 するんですけど多少えちょっときついかなと思われたとしてもですねあのレザーがですねこう馴染んでえこうよりまあ体に寄り添っていくとかね体に寄せていくっていう感じなんですかねまあまあいきなりはないんですけども,もう本当にこう付き合っていくでしょ本もうほんとに寄り添っていくんですよ本当に、う。ん で、まあ、あの、そんな感じでですね、えー、お作りさせていただいてますね。うん、あの、ブカブカすぎたやんかとか、そういうのは、声はまあ、今のところないですね。うん、まあ、おとまあ、大人なんで、みんな、あの、その辺はグッと来られてるのか、それはわかりませんよ。だけど、まあ、あの、基本的には、あの。 えー、ご喜びの声を頂い,いてますんでね「うん、あの到着しました」と「今かぶっていい感じです」とかね、えー、そういう言葉を頂い,いてるんでその時もホッとしますけどね、うんまあ、のまあその寸法で作ったり型紙が、まあ、型紙でがどうしてもかかったりする場合もおありますけどもねものによってはそれでもんていうんですかね、えーまあ、喜びの声の方があしか な頂い,いてないし、うん「あかんやんけ」というクレームは今まで僕こうなんもう10年そこらやねこのおこのハト作らしてもらったりしてますけど今の頃おねないので、うん、あのー、ご要望にはあ少しでも添えているのかなということで <laughs>、ええ。 まあ、そんな感じでねで、まああのー、さっきのねこう,こういうサイズの、まあ、耳の上からですね大体こう測っていただいて多少の誤差はあります髪の毛もほら量もあったりするじゃないですかスキンヘッドの方ももちろん多いですし短髪の方も多いですし、えー、もちゃっとしたもちゃっとじゃないなあのふわっとした感じの方ももちろんお客様で多いですしさ、えー、まざ、あ、まですねスタ,、まあ、スタイルですよね。 そ、うんな感じでね、えー、僕ねもうそれに提案っていうかあさしてもらったりそこ相談にのせてもらったり、えー、してるわけですねまあそれにたまああのもう個別対応っていうかね、まあ、あのボビーアテルザやったらもうはっきり言ってあの年から年中個別対応ですからね <laughs> あのもう皆さんのことはあのなんていうのかなもう本当に、えー、親友のごとくっていうか。 もう,しもうあの昔から知ってたかのようにねお会いしたことない方でもそうですけどねもうそういう気持ちでですね、えー、制作させてもらってますねでないとねあのこんなあのずっとこのアトリエにこもってねあの <laughs> できないですよ <laughs>、うん、やっぱそういう思いっていうのがやっぱりものには乗りますんでね、うん、だからあボビーアドレーザーを僕は始めてもやっつけっていうのはゼロですね うん、ゼロまあ,あのそんな感じであの何、ー、て言うんですかあのー、まあ今もね、えー、ご相談いただいてるのもそうですけどもなんかこういつも「これはできません」とかいうことよりもどうやったらそれが形にできるかなということをですね、えー、一緒になってですね寄、えー、り添うまああの もも寄りり添うようよに作り手の自分もですねあのその悩みとかご要望に寄り添う姿勢でいないとですねなんか、ね、こういうことをやってる意味もないような気がしますしボビーア・アトレザーの,そのーポリシーというかブランドポリシーでもありますんでねやっぱりこう生活とかその人の人生の中に何かに寄り添えるようなそういうものづくりをしたいということをね歌ってますんでね。やっぱりその どういうふうににすれればこれが形ななるかなとかとどうしてもできないことはあねもう考えた末にえあの苦手なことっていうのはあるじゃないですか克服するのもあれなんですけどもそれはもう自分の作品作りの中ではあねあの発表する新作とかそういうふうなあの設計する段階ではそれはあの許されることかもしれませんけどもあのオーダーでいただく場合はですねえできることとできないことっていうのはあ まあ、もちろん、あのー、ご相談というか返信させてもらってますし、あのー、できればこう何て言うんですかね自分の持てるその得意なあところで、えー、あのどういうふうにすればそのゴールっていうかその、ね、あのイメージされてることにあの寄り添っていけてええー、もんができるかっていうか、うん、僕もやっぱこう完成した時って、えー、喜びですからね、うん、なんかこうまあそれによって。 時間ののののかかるるももももももちろんありますあありりまますす待っっててら正直完全別注で完全なもうワンオフのオリジナルっていうのがありますんでねそういうオーダーも待ってもらってますけどねずっとね <laughs>、うん、あの、ま、もう本当にねまあいろいろなパターンってありますけどねまあ基本的にこういう帽子とかあ か、ね、ぶり物関係とかあとまあ今までに制作してきたものの例えばメディスンバッグでもそうですし、えーね、柄違いとか模様違いとか素材違いとかあとまあ,あの素材とかなんかちょっとカスタムとかね、まあ、マスクもそうですけどねそういうふうなのではですね、えー、なるべくこう すすぐ速投もできますし、えーまあ、制作の時間だけ待ってもらってる感じは今順番をね待ってもらってる感じなんですけどね、うん、まあだからそういう感じでよくねこ,ここなんか多いですね、うん、いろんなあのサイズ関係のことでまあシビアに超シビアなやったらまあ多分ボブ・イアトレザーには相談に来ないかもしれませんけども、まあ、やっぱクールでかっこいいなと思って。 くれてる、くれてるっていうこと、まあ、多分、それが前提やと思うんですよ。あのー、他ではないじゃないですか。うん、あの。まあ、あのー、多分、もし、えー、これとね、同じもんがあったらね、僕も見てみたいですしね。うん、あの、そういう作品作りをされている方が、いてたらね、うん。僕はお会いしたことは、この、まあ、狭い、あれなんですけど。な、あの、例えば、ハットで、これを僕、以外で作って。 いる方をお会いしたことないんでもしねあのあのハンドステッチで作られている方がいたらあのお会いしてみたいですね、うん、あのどんなしてやってるんかなと聞いてみたいし、うん、あの。 一緒に盛り上がっていけたらあいいですね裾野が広がればやっぱりあの目につくことも増えていきますしね、うん、今はまだもうこのボビアンテーザーのこのねあの大阪のこの隠れ家のようなアトリエからですねこうねこう,じあのこうコツコツう地道に愚直に、ね、発信してる状況ですけどもね、うん、だけどもまあいろんな方に響いてもらえるということが一人でもね、えー 響いて作品にもそうですしこういう姿勢というかあものづくりの姿勢というかねそういうことに共感をいた得ていただく方に少しでもね、えー、あのなんていうんですかね届いてくれたら僕もお、まあ、それがまあなんかこうボビアトレザーの仕事のような気がしますしね。うん、なんかそれはいつもお 考えたり、えー、ねブログを書いたり、えー、作品を作ってたり、えー、ここでねお話ししてたりすることを思いながら感じますねもしね、えー、これをまあご覧アーカイブでもねご覧いただいている方でですねあのー、うポピュアトレーザーもおもろいねっていうのがあったりですねハートマークねフェイスブックの方はこのハートマークみたいなありますんでそれをお,お感じで。 し僕もあとでこうモチベーションもありますし200回に向けて、まあ、あずまず200回に向けて頑張,る頑張ろうかなと思いますしね <laughs> それから、まあ、YouTube の、ね、アーカイブをご覧の方はですねグッドボタンをですねおあの押していただければあすごく支えになります、うん、ほんほん,ほんまですよほんまに支えになりますよ うん、あの何、ー、て言うんですかねやっぱりこういうふうなことをね少しずつでも一歩ずつなんですよ本当にねあのー、作品をねハンドメイドでこいつも作ってるでしょあのー、本当にね一足飛びがなくてね一歩ずつなんですよねよくいろいろ秒速で何とかっていういろいろあるじゃないですかそういう風な感じのね。あのー やり方をやっている方とか、そういうノウハウを教えている方とかあいますけどね。えー、僕もいろいろ見るけど、やっぱりね一つずつうあのなんていうんですかこう階段を上るというか、あなんかそういうのは見えないときはですね、えー、下に広がるというか、なんてい,いのなあの、ね、こうんだろうな、目が出るでしょ、ののにはでそれが あねね、根が張って長いとちょっとした風とかで倒れちゃうじゃないですかだからそういう時は僕思うんです下に伸びればいい根をがっちり張ればいいで、えー、そして、えー、少しずつ芽が出て、えー、開いてそしてその花があ咲いてですね <laughs>、えー、そあの種っていうかな なんかこうねそれを運んでもらってこうふわっといろんなところに風に飛んでですね種があのねいろんなところに根付いてもらえたらなと思いますしなんかそういうふうな思いでですねえ少しずつですけども一歩ずつですけどもねでこういうふうに続けていってでまあ,あのこれをご覧の方とね出会って。 でまあ、ご相談いただいて僕がそれをねあの <laughs> 作らせていただいてそれで喜んでいただいてそれのね、えー、ラブピースですよ、ね、そのお繰り返しですねそれを少しずつこう広げていけるような世界になればなと思っていますそれで、えー、なんかねその実際にはお会いしたことがない方がほとん,ほとんどです正直。 だけど、ね、えー、メールとかお電話を通じてですね、えー、喜びの声というかね、あのー、そのやり取りをしててその時間っていうのがすごく楽しかったですとか、うん、僕にとってもそれをその時間っていうのは財産なんですよね、うん、あとそれはこのねこ,のこういう元気な、ね、状態で何年できるかわからへんけどね。うんだけどその 自分がこういうふうに一日を過ごしてえーね流してきた時間にですねえ少しでもこうやってな誰かの心にね少しでもこう喜びの火をこうポッと灯すことができたらなとそれがやっぱりこうボビー・アートレザーを続けているということでしょうねうんと思いますこういうことをね。 うん、そのための配信のような気はしますし、うん、まあちょ少しねお話ししますけども、ねまあ、もしねお時間リアルタイムでこう見ている方ですね何、えー、かこうあればあの書き込みしてもらってもいいですしね、まあ、あの全然あのアーカイブにしてもらっても僕はあの後で、えーね、こう配信してる時はカチャカチャできませんからね合間にね。 えー、パソコンとかで見ながらですねスマホでもねこう見ながらですねあの返信させていただきますしね、うん、そんな感じで、えー、まああのー、ね今回は比較、まあけまあ、ご要望の多い、えーね、カサムについてのサイズ感のこととかねご相談とかがよただく機会が多いのでね、えー、まあそういうことで、えー、そういうお話をねさせていただきましたあのご安心してください。えーまあ、それでね、あのー どうしても何て言う,んだろうな、あのか、ー、なタイミングが合わなかったらそれはそれで、あのーしあのー、そういう時のタイミングやと思うし、うんあのー、それでちょうどピタッと来た時はね、えー、そういういい、ね、め巡り合わせのタイミングやと思いますし、ね、そんな感じで、えー、なんかいい感じでお付き合いできたらあ最高やなと思います。ね あのー、そういう感じでまあ,あ今日も週,週末に向けてですねまあまあクあ、えー、まあ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 フィロソフィーというかね哲学も交えたお,あのお話になりますけどねまあ明日からはですね金土日とはですね比較、えー、的このプライベートなあー趣味とかね、えー、マイブームな、ね、趣味とかまあよく聞いている音楽の話とかね、うん、まあ あのそれとかまあギターもね週一ぐらい週に一回ぐらいはあの演奏しようかなということでまあそれはねもうプライベートな感じのはあまあものによ内容によってはあのあのフェイスブックのこのボビア・トレザー,ーのページないだけで収めてますけどね <laughs> あとはまあまあユーチューブには載せてもいいかなということはあそれまぁ載せたりもしますしまああのその辺はもうあの「金土日」の投稿は あ流動的な感じでねあのそれはもう本当にに緩くご覧いいただければなと思いま,すまあ,あのこういう感じでね、えー、月曜日から木曜日までは何か少しでもねレザーにとか革とかファッションとかねそういうことに、えー、お役に立てればなと思いますし、まあ、ボビー・アズ・レザーの僕が役に立つことができればなと思ってですね、えー、自分なりの仕事感とかそういうことをね、えー、月曜日から木曜日まではああ なるべくあの織り交ぜて、えー、お話しさせていただきます。またね、えー、お会いできる日を楽しみにしておりますねまたあいつでもお会いしましょうえー。明日は素敵な一日をお過ごしください。えー、ボビーでした。じゃあね。バ